デイジを使ってもう一発、しかし逃げていく。カウンターヒット確認、これは大きいダメージ。ダメージここでも取れるだけ取ってきます。おお、最後はもうアッパーカットヒットさせればといったシーンだったので思い切ってさあ突っ込んできました。 M ダッシュ体力もう4割を切っている。ライとしては非常に厳しい状況。ジャンプシーエクリティ、さあ攻めの手を緩めない。 M ダッシュ前に行く。さあライここで逆転なるか。ここを無傷の状態でしのぐことができれば先が見えてくる。いやしかし爆弾バッチ、さあこれ以上ダメージを負うことができない。エンクルディゲージャー3本ジャンプ飛ばし、コンポーン見ている。カウンター確認、マックスバスターアルフ出していきましたね。ギリギリのところで耐えています。ライ足払いクラック使ってくる。まだ残る。いや全然を近距離し、ギリギリのところで耐えています。ライゲージはもう1本、出だし側も3本ありますからね。何か1つ刺さるだけでライはもう消し飛びます。さあしかしライ選手の、ま、何かが当たる出すとちょっと分からなくなってるぞ。おおしっかりジャンプからフルコンボ、あっとパワーダンクまでちょっとゲージを温存した形だ。そうですね。でもこれも結構ワンコンボ圏内ですね。これで分からなくなる。分からなくなりましたね。さあ逆サンタデが見えてきた。ラインのテリー。ジャンプ飛ばし。一回ここはクラックももらうことができないのでガーキャン全体守りに使ってきます。ラインジャンプ。リバーサル。ジャンプし。全体呼んでいる。まさか。さあパワーダンク。ダンクノーゲージでしょ。ノーゲージ。ノーゲージフィニッシュ。大逆転決めてきますライン。